草原ミステリー90は東京草原社が刊行した1十冊の推理小説シリーズ。1990年から翌1991年にかけて刊行された。1988年から1989年にかけて刊行された東京草原社の初の書き下ろし国内推理小説シリーズ、相川哲也と十三の謎の後を受けて刊行が開始された。 国内作家の作品だけではなく、このシリーズのために書き下ろされたカトリーヌ・アルレー、狼の時刻も刊行されている。また、書き下ろし作品でないものも含まれており、辻松咲合本、青春殺人事件は、起発表の3長編、1短編に、書き下ろしのプロローグエピローグを付したものである。また、日陰上吉、優秀は、雑誌、 現影上で前半を発表した後に原稿が行方不明になり、幻の作品となっていたものだったが、思いがけず原稿が発見され、この草書から刊行された。井高博、沢木隆はこの草書でデビューしている。また、北村薫、夜の蝉は第44回日本推理作家協会賞を受賞している。この草書の完結後、1991年からは、 黄金の十三と草原クライムクラブの観光が開始された。観光順、北村薫から夜の瀬辻島先から合本、青春殺人事件、日陰上吉有志を今言う、彩りブラディローズバラの拓海高博、記念樹、笠原拓、詐欺師の紋章、山崎淳氏は走る、者から襲う、翻訳家の北大美和子岩崎正も探偵の秋、 あるいは緑の悲劇カトリーヌ・アルレー狼の時刻、沢木隆史伊沢ことトイハム宮小鳥井高弘、笠原拓、山崎純、カトリーヌ・アルレーの作品以外は、後に草原推理文庫で文庫化されている。ありがとうございます。